ここが噂の爆弾洞窟。危険だけどたくさん稼げ、ニャンゾーの借金。早速ちょっと待つだよ。なんだよ、洞窟内ではアイテムが。そういえばだから僕、おお、それじゃ行ってらっし。これで大変な洞窟に入ったけど壁の中にどうすれば。ああ、うわ、熊吉の子。テレパシーじゃ。ニャンゾーのことだから。さすが熊吉。壁を掘っていくと数、その数字は上下さ、そこから爆弾の。なるほど、分かって。大丈夫だ。本当かだよ。いっぺんに説明してもニャンゾー、分からないことがあったら。サンキュー熊吉。よーし、えい、手を振って掘りまくるぞ。やあ、えい、えい、えい、うわ、お帰りだよ。さすが熊吉。そっちはどう。スタミナがなくて全然掘り進められなかったぜ。やっぱり。でもそういうこともあるかと思って。すごー、行商人さんと。はじめまして熊吉。我に助力を願うとはな。いいだろう。ただし。さすが行商人さんはいらないアイテムを。ええ、ただし運搬料とかがかかる。それと家事用のアイテムも売ってくれたり、持てるものを。家事用のアイテムを買ってくれたらおまけでツルハシの攻撃。もちろん家事もできるようになるわよ。軽量化して。謎の魔法使いさんからは採掘に使える魔法が習え。うん、先ほども言ったように。だが金銭は必要。そこでこの洞窟で具体的にはアイテム図鑑の項目数。ただしアイテム図鑑は店に持ち帰らないと。洞窟内で捨てたり爆弾で倒れてしまった場合は。よーし、頑張って。たくさん。そういえば、あ、ニャンゾーが持ってるアイテムを倉庫に入れておいてくれれば。でもすぐに売れるわけじゃないだよね。じゃあ売れ残。行商人さんに格安で売るか、土地を購入してお店を拡張するだよ。お店を拡張すると倉庫も大きくなるし、お客さんも増えるから。やっぱり世の中金か。しょうがないだよ。そもそもここに。だってたい焼きが。どうしたらたい焼きで洞窟送りになるような借金ができるだよ。Thank you.
Thank you.